糸井義雄。2022年限りで現役引退となった阪神糸井義雄選手。糸井選手といえばこれまで数多くの宇宙人伝説を残していますが、本当に数えきれないぐらいありますので、今回の動画では厳選した宇宙人エピソード39選を時系列順に紹介したいと思います。幼少期、まるでボディービルダーのような筋骨隆々とした筋肉、その身体能力の高さから超人と呼ばれている糸井選手ですが、ある日ダルビッシュ投手が、糸井さんなんでそんな身体能力高いんですかと聞いたところ、糸井選手は幼少期に自転車を持っておらず、友達と遊びで遠出するときに走ってついていってたらしいです。高校時代、無名の理由。糸井選手は高校時代、野球の強豪ではなく京都府北部の普通の公立宮津高校に在籍していました。当時の部長によると、中学時代は無名、ただ糸井選手の能力からすれば評判があればもっと別の私学に行ったりする可能性は当然あったと語ります。ではなぜ評判にならなかったかというと、糸井選手が中学3年の時、勝ち進めば不大会につながる大事な試合へ向かう前の学校での練習中、座り込んでいた糸井選手に監督が帰れと怒ると、それを真に受けた糸井選手は本当に帰宅。糸井選手の家は学校と会場の真ん中にあり、チームメイトが乗るバスが家の前を通ると、糸井選手は2階のベランダから頑張れよと手を振っていたらしいです。結局チームは敗退。当然糸井選手は試合にも出ていないので、存在が知られることもなく宮津高校に進学したとのことです。実は重傷。糸井選手は中学の頃から膝を痛めており、入学してからもずっと痛いと言っていて、部長に病院行ったんかと聞かれる糸井選手は行ってません。それで部長が病院に連れて行くと、膝の皿が真っ二つに割れていて、手術しないといけない状態だったみたいです。電車居眠り事件。糸井選手が高校3年時の夏の大会、宮津高校は初戦の須知高校に勝ち、次戦の立命館宇治戦まで2日か3日空いたので練習することに。糸井選手は普段から通っていた県外のジムで汗を流した後、帰りの電車は福知山で降りて、親に迎えに来てもらって練習に来る予定でした。しかし練習日の朝、監督の元に突然糸井選手の母親から電話が。監督さん、吉雄が京都まで行ってしまった。帰ってくる時に寝てしまって福知山まで降りられずに京都まで行ってしまったんで、今から迎えに行ってきます。今日は練習休ませます。近大進学。糸井選手は関西の強豪近畿大学に進学。近大の榎本保コーチは鬼の榎本として知られ、当時は当たり前だった鉄拳制裁を指導方法としていました。しかし糸井選手には全く効果がなかったと言います。初球バントのサインにいい球が来なかったと、スリーバントを決めてくる、盗塁を指示しても牽制球が来そうだったので走らなかった、監督なんで僕にサイン出すんですか。榎本監督はいくら怒鳴っても言うことを聞かない糸井選手に頭を抱えていたと言います。ハイタッチ。ある試合で糸井選手は打ち込まれノックアウト。怒った榎本監督は思わず糸井選手を殴るポーズをすると、なんと糸井選手は振り上げた手に自分の手を重ねハイタッチしてきたんです。榎本監督も何もわからないままハイタッチしてしまい、頭に来ていたことさえ忘れて冷静になったらしいです。榎本監督は糸井選手との出会いで古い指導を変える時期だと気づかされたと言い、これまでの鉄拳制裁を封印し、いいプレーは褒め、ミスをしたら丁寧に説明し、改善点を納得させるよう心がけたところ、チームに自主性が生まれ、先輩後輩の仲がいい野球部に糸井が新しい伝統を作ってくれましたねと話していました。野手転向打診も。榎本監督は糸井選手のズバ抜けた身体能力に野手として育てたらどうなるのかと感じており、糸井選手が肩を痛めた時に野手転向を勧めたと言います。しかし糸井選手は、野手は練習でやることが多いんで、僕は走ってやることの少ないピッチャーがいいですと拒否。寝坊。糸井選手が大学4年の時、朝後輩が起こしに行っても起きてこず、榎本監督が起こしに行くことが何回かあったと言います。榎本監督が後輩になりすまし、糸井さん起きてください、監督もグラウンドに出ていますと声をかけると、糸井選手はあと5分寝るわと返し、アホ俺じゃと怒ったこともあったらしいです。宇宙人の由来。榎本監督は糸井選手を宇宙人と呼ぶ理由を、吉雄は当時寮の2人部屋で2段ベッドの上で寝ていたのですが、天井にプラネタリウムのような星空をイメージしたカーテンを張り、蛍光灯も輝くように加工していたんです。それを見て、これで寝られるのか、宇宙と交信でもしとるんかと冗談で会話していたのが始まりで、そこから宇宙人みたいやなとなったんです。近大卒業。日本ハムに自由獲得枠で入団が決定し、近大を卒業。近大の22年度新入生向けのウェブサイト、先輩現役近畿大学生にズバリ教えてにて、糸井選手のページがあり、ズバリ近大生活の中でやり忘れたことを教えてくださいとの質問に、学びと答えていました。エビフライ。ドラフト指名を受け、日本ハム関係者と会食後、記者からどうでしたかと質問され
され、エビフライでしたと答える。後年、糸井選手はこのことについて、本当かと聞かれると、本当です。でも、合ってますよね、と答えていました。なんで沖縄3時間もかかんねん。日本ハムは沖縄の名護市で春季キャンプを行っています。糸井選手は羽田空港から沖縄に着くまで3時間かかると聞かされると、なんでそんな長いねんと機嫌が悪かったらしく、岩本勉投手がなんでそんな怒ってるねんと聞くと、なんで沖縄まで3時間もかかるんですかと。実は本人は沖縄が日本海にあると思っていて、その理由が天気予報で日本列島が映し出される時に沖縄だけ画角が入らないため、左斜め上にあるのをそのまま信じており、1時間で行けると思っていたから。ノーコン。糸井選手がブルペンで投げていた時、後ろで見ていた岩本投手にノーコンやなぁと声をかけられると、ノーコンをノーコンと間違え、アンダーシャツを見せながら、え、これ黒ですけどと返す。後年のテレビ番組で金子投手にこのエピソードを指摘されると、糸井選手はそれはない、それは記憶がないですねと答え、出演者から言いそうと突っ込まれていました。フリーズ。プロに入り、糸井選手は苦しい時期を過ごします。特にランナーの盗塁を防ぐために素早く投球するクイックができず、セットポジションでそのことばかり考えて投げ方がわからなくなり、フリーズ。糸井選手はフリーズの理由を、プロ入ってセットになったらクイックモーションで投げるよう言われるんですよ、そんなん知らんかったんですよ僕、 1.25 秒までには投げろ言われて、無理やろと、 1.25 ってなったら体固まってと話していました。あいつ俺を殺す気や。糸井選手が瞑想していた時の話。ある日のピッチング練習でキャッチャーの山中コーチにカーブ行きますと伝えたにもかかわらず、150キロを超える渾身のストレートを投げ込み、山中コーチはミットを地面に叩きつけ、やってられるかいと激怒し、その場を去っていったと言います。その様子を見ていた岩本投手が糸井選手に、お前どうしたんやと聞くと、糸井選手は、いやなんでかと、本人もなんで怒られてるか分かっておらず。後で岩本投手が山中コーチに聞くと、カーブ投げる言うたのにストレート投げよったあいつ、俺を殺す気やと答えたとのことです。野手転向。結局糸井選手はクイックと制球難が改善せず、2年間一軍に上がることはありませんでした。ただ身体能力の高さは秀でたものがあり、そこで3年目の4月、当時の高田 GM から野手転向を打診されます。高田 GM に笑顔で、糸井くんもうピッチャーでは使えないよ、野手をやってみないか、その打診に糸井選手はやりますと受諾。高田 GM は葉っぱをかけるつもりで翌春キャンプまでの一軍入りを命じたところ、糸井選手はえ、首ですかってびっくりしていたとのことです。専属コーチ。糸井選手の打者転向が決まり、大村岩二軍打撃コーチが糸井選手の専属コーチに指名されました。大村コーチはこの年からコーチとなったルーキーコーチ。糸井選手と同じくプロで投手から野手に転向した経験を買われました。この時の高田 GM と大村コーチのやり取りがこうです。糸井を1ヶ月で何とかしろ。1ヶ月なんて無理です、2年ぐらいかかります。いやそんな時間ねえんだよ、時間ないっていろんなことがありますので。いや1ヶ月でもう試合に出さすから、お前は2軍の試合見なくていい、ずっとつきっきりでやれ、猛練習。こうして糸井選手と大村コーチによる1ヶ月のマンツーマン特訓が始まりました。鎌ヶ谷の室内練習場で1日に 3、4時間、大村コーチは50項目に及ぶカリキュラムを用意し、今日はアウトコース、今日は高め、今日はまっすぐ、今日は左投手、今日はバント、1日に1項目か2項目をクリア。糸井選手を見て覚える能力は凄まじく、大村コーチが実際にやってみせると、普通の選手なら 3、4ヶ月かかるかなという内容を10スイングでものにしていたと言います。ただ2年分を1ヶ月でやろうと思うと、やはり多く振ってもらわないといけません。最初は200球ほど打つと、糸井選手は手が痛い、豆がすごい痛いと根を上げていたと言い、後に大村コーチは、彼は人体切っても何ともないんですけど、ちっちゃい痛みに弱いと話していました。どんなバッターになりたい？大村コーチは糸井選手に目指す打者像を明確にさせるため、こんな質問をします。まずどういうバッターになりたい？ホームランか打率か。ホームラン打ちたい。ああそう、まあホームランバッター目指すのもいいんだけども、打率3割を3年続けたらすぐ1億円プレイヤーだよ今の時代。じゃあそっちにします。ペットの育て方。大村コーチは、それでも吉尾は指導するのは難しかった、分かっているのか分かっていないのかが分からない、投手時代の投手コーチもお手上げだったと聞いて、ああこういうことかと、吉尾は繊細で表現の仕方が分からないみたいだったと述懐していました。特訓が始まり、約1週間が経過したある日の練習中、大村コーチはついついダメ出しを連発してしまったと言います。すると糸井選手は、あかんあかん言ったらほんまにあかんようになってまうでしょ、褒めてもくださいと激怒したと言うんです。そう言われた
た大村コーチは、あっと思い、どういうアプローチで指導すればいいんだろうと悩む中、何気なく本屋に立ち寄りました。するとそこである本を見つけたんです。ペットの飼い方。ページを開くとそこには、おしっこを廊下でしても怒っちゃダメ、トイレに行ってできたら褒めてあげる。大村コーチは、子犬を育てるには叱るのではなく、うまくできた時によしよしと褒めてあげることと書いてあって、なるほどなと。次の日から吉尾に、今日は直球がうまく打てたね、反対方向にも打てるようになったねと、できたことを褒めるようにしたらすごくスムーズにいくようになって、吉尾犬と一緒にして申し訳ないけど、その辺は人間も一緒なんだなと学びました。後に糸井選手は引退会見で、犬のペットの育て方みたいな本で教えるヒントを得ていて、ペットの育て方で僕は育てられましたと話していました。こうしてカリキュラムは順調にクリアされ、最初は200球で根を上げていた打ち込みも、3週間が経過した頃には1日に1000球を打ち込めるように、練習量の多さと会話の量が比例した1ヶ月限定指導は完了しました。三塁に走る。よくネット上の糸井伝説の一つに、野手転向した初日に安打して三塁に走ったと紹介されてますが、糸井選手はインタビューで、ない、それはない、それ誰かにも言われた、あるわけないでしょ、それは三塁に走ったのはないと全面否定していました。メーカーも分かってたんや。糸井選手と同期入団の金森隆之氏は、糸井選手の打者転向が決まった頃のエピソードについて語っています。ピッチャーとして入団したのに、メーカーの方が野手用のグローブを糸井さんの部屋に届けてしまったことがありました。その後野手転向が決まると、あの時にはもう決まってたんやな、メーカーも分かってたんやって言うんです。どう考えてもただ間違えただけですよ。でもすぐに気を取り直して、もう外野でやるわ、お前が投げる時は全部取ったると話す優しい先輩なんです。鎌ヶ谷の街を守るぞ。金森氏はさらに糸井選手とのエピソード話していました。寮にいた頃、なぜか毎晩のように糸井さんがパトロールや鎌ヶ谷の街を守るぞと言い出し、黒塗りのセルシオでドライブに連れて行ってもらいました。と言ってもいつもマクドやコンビニを回るだけなんですけどね。宇宙観って何ですか。プロ5年目の2008年、ある試合で外野守備コーチから宇宙観によれと指示され、一言、宇宙観って何ですか。後にテレビのインタビューでこのことについて聞かれ、プロ5年目で宇宙観って何ですかと聞いたのは本当ですか。 No、宇宙観はどっちですかって聞いたんです。どっちとは半信半疑だったので、初のヒーローインタビュー、札幌ドーム初のヒーローインタビューで、好調の要因は何ですかと聞かれ、要因すか、規則正しい生活と答え、球場を爆笑させました。印鑑と間違えて。2008年は後半から一軍に定着し、同年オフの契約更改、印鑑を取り出そうと思ったら間違えてリップクリームを出した。糸井選手は後にこの出来事について、片方のポケットに印鑑、もう片方にリップが入れてあって、形が似ていたために取り出したらリップだったと解説していました。インフルエンザ。ダルビッシュ投手が自身の YouTube で明かしていた日は、2009年ぐらいにインフルエンザ流行ったんですよ。日本ハムが北海道の地方球場行って、そこで中止になったんですよね、インフルエンザかなんかで。その時にみんなでタクシーでホテル帰っていく時に、田中健介さんと糸井さんが同じタクシーに乗ってて、ほんで糸井さん周りがインフルエンザになると自分も具合悪くなっちゃうんですよ。糸井さんってもうマインドコントロール自分でしちゃうわけですよ。その時も、なあなあ健介、めちゃめちゃ具合悪くなってきたって言ってたらしいんですよね。で健介さんが、大丈夫か言うたら、空がオレンジに見えてきた言うんですよね。で健介さんが糸井さんの方を見たら、普通にオレンジ色のサングラスをしてたっていう。おい吉尾、お前サングラスしてんじゃん。ああそうやった。カナダ。2011年にダルビッシュ投手のメジャー挑戦が取り沙汰されていたある日、スポーツ新聞がメジャーリーグの球団ながらカナダに本拠地を置くトロントブルージェイズがダルビッシュ投手の獲得を狙っていると報道。するとロッカールームで鶴岡捕手がその新聞を片手に、おいダル、お前メジャー行くのにカナダかよ、アメリカに野球しに行くって言ってんのにカナダに行くのかよと言い出し、何人かで盛り上がったと言います。そして全員がはけた後、糸井選手がダルビッシュ投手のところに来てボソッと、ダル、カナダってアメリカ、レーシック。11年オフに糸井選手は視力 1.5 あるにもかかわらずレーシック手術を受け、視力 2.0 を獲得。それで手術を受ける人はほとんどいない、本当に受けるんですか、担当医を仰天させました。後にテレビ番組で、視力 1.5 からレーシック受けたのは本当ですか、視力 2.0 になってどうなったんですかと聞かれると、嘘です、1.0 です、看板とかがクリアに見えるようになりましたと効果を語っていました。オリックス移籍。2012年当時球界を代表する選手となっていた糸井選手は同年オフ、電撃トレードで同僚の八木智也投手と共にオリックスに移籍。この時糸井選手は八木投手からトレードでオリックスに行くことになりましたと電話があり、新天地でも頑張れよ、対戦しようなと激励。しかしその後すぐに糸井選手も球団事務所に呼び出され、トレード通告。
その後八木投手に俺も一緒に行くことになったと電話をかけたらしいです。アグー豚オリックスのキャンプ地宮古島入りした1月31日の宿舎食事会場で糸井選手は鶏肉を食べながらこのアグー豚うめえなと発言。糸井選手はテレビのインタビューで違うんです、アグーって書いてあったんで書いてあったんです、僕は間違ってないですと弁解していました。実はボケ、2013年に行われた WBC で糸井選手は全7試合にフルイニング出場、侍ジャパンは3月17日の準決勝プエルトリコ戦で敗れアメリカから帰国し、糸井選手は21日からオリックスの全体練習に合流しました。この時コンディションを心配する森脇監督と糸井選手の会話がこちら。コンディション面もあるし明日はゆっくりしてもいいぞ、出してもらえないんですか、僕が必要ないチームになったんですか、必要に決まりきっている、誰がどう見てもチームの中核を担う選手だ。会話は続き、時差ボケは大丈夫か、そういうのは向こうが合わすことなのでありえないです。この発言にはさすがの森脇監督も驚くも、みんなは宇宙人とか言うけど博士号を取った人が言うようなことと感心していました。三欠、ある日の日本ハム戦、前年リーグ MVP に輝いた吉川光代投手からホームランを打ち、あまりの嬉しさにベンチ裏で絶叫、ブルペンにいるピッチャー全員が出てくるほど喜びを爆発させますが、叫びすぎて酸欠状態になり守備につくと本人曰く星が飛んでたと語るほど危険な状態で、監督にはキラキラしてるからと説明し交代してもらったとのことです。キャプテン就任、糸井選手は2015年にチームのキャプテンを任され、インタビュアーからキャプテンマークに重みは感じますかと質問されると、結構軽い素材なんでと回答。ただシーズンが始まるとチームは低迷し、森脇監督は途中休養、糸井選手自身も主将の肩書きがプレッシャーになったと、開幕から極度の打撃不振に見舞われました。途中糸井選手はなんとかチームの雰囲気を変えようとしたのか、金髪だった頭を黒に染め直し、記者に理由を聞かれると、あ、髪の毛ですか、あれは娘の学校行事があったんで黒くしただけですよ。ジャンヌ・ダルク、2016年オフ、糸井選手は FA 権を行使して阪神に移籍。2017年の阪神は糸井選手の加入もあり前年の4位から2位に躍進、しかし優勝は広島に奪われ、9月18日に目の前で優勝を決められた翌日の全体練習、ここからはサンスポの記事をそのまま読み上げます。まだ室内の方で練習がありますんで、ベンチ裏から選手ロッカーへ通じる通路、スタッフが待ち構える報道陣にやんわり取材自粛を伝えた直後だった。ジャンヌ・ダルク、謎の言葉が聞こえてきた。声の主は間違いなく糸井、予期せぬ仰天フレーズに唖然とする記者など、眼中にないかのように再びジャンヌ・ダルク、さらに歩を進めてダメ押しのもう一声、ジャンヌ・ダルク、歴史上のあの超有名人のことなのか3度繰り返し、その後糸井は報道陣の前に戻ってくることはなかった。東京オリンピック、2021年の東京オリンピックで侍ジャパンは順調に勝ち進み、決勝戦に駒を進めます。決勝戦開始は8月7日19時、糸井選手は8月7日0時53分に寝よ、ハッシュタグ決戦に備えてとアイマスクの画像を添付してツイート。それから6時間後、糸井選手が再びツイートします。え、夜の7時からやんか。なんと糸井選手は決勝の試合開始時刻午後7時を朝の7時と勘違いしていたんです。フライング、11月4日秋季練習初日、選手が一堂に会したこの日に22年度のキャプテンを選ぶ予備選挙が行われ、上位3名を選出、ファン感謝デー当日に決選投票が行われました。しかし上位3名が発表される前に、糸井選手がファン感楽しんできます、キャプテン最終投票、ハッシュタグ誰になるんやろと画像付きでツイート。しかしその画像にはまだ公開されていない上位3名の名前が記載された投票用紙の写真が添付され、まさかのフライング投稿。これに対してファンからは、え、吉尾さん見せちゃっていいんですか、これ見せていいやつ、などとツッコミが相次ぎ、その後糸井選手はまだ出したらあかんかったみたいですとツイートしていました。呼び捨て、22年春季キャンプ時に行われた鳥谷隆氏との対談でチーム最年長としての振る舞いについて話題になり、鳥谷氏が今まではやっぱり福留さんがいたりとかと、20年まで阪神に在籍し糸井選手より4歳年上の福留選手の名前を挙げると、糸井選手は福留鳥がおったからマジでもうと福留選手をまさかの呼び捨て、すぐさま鳥谷氏に今の大丈夫福留さんじゃなかったけどと指摘され、糸井選手はさんって言ったっす。引退試合、糸井選手は2022年9月13日に現役引退を発表、そして9月21日の引退試合で代打で登場し、レフト前ヒット有終の美を飾りました。セレモニーではいつしか皆さんから超人超人と呼んでいただくようになりましたが、最初は羽の生えた超人かと思っていました。いつしか意味を理解し、今では心地のいい響きですと、超人を超人と勘違いしていたと告白。
最後まで糸井選手らしい言葉を残していました。というわけで今回の動画は以上となります。大村コーチによると、かつて糸井選手は自身が宇宙人と呼ばれることについて気にしていたといいます。彼はよく天然とか言われますが、それに対して悩んでもいました。バカにされていると心を痛めていました。でもいいんじゃない、それは愛されているからだよと伝えました。そして糸井選手の引退試合の翌日に、大村コーチはサンスポに引退祝福手記を寄せ、変人とか宇宙人とか呼ばれていた糸井はいつしか超人になった。一番は本当に努力の才能、常に満足しないで向上心が途切れない、その努力の才能が超人だと思います。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。